FIFA のゼップブラッター会長がブラジルを開催国として正式発表したところ 2014FIFA ワールドカップ開催地決定の経緯では 2014FIFA ワールドカップの開催国として2007年10月30日にブラジルが承認されるまでの経緯について説明する2003年3月7日サッカーの国際統括組織である FIFA は各大陸連盟での持ち回りで ワールドカップを開催するというその方針に沿って2014年の本大会が南米大陸で開催されることを発表した。南米開催はアルゼンチンが 1978FIFA ワールドカップを開催して以来のこととなった。2003年6月3日、南米サッカー連盟はブラジル、アルゼンチン、そしてコロンビアが2014ワールドカップ決勝大会の 開催に前向きであることを発表した。2004年3月17日までに、コンメボルはブラジルを唯一の候補者として採択することを全会一致で投票決定した。2006年12月、ブラジルは開催国に立候補することを正式に宣言し、数日遅れてコロンビアが同じく正式に立候補した。アルゼンチンは全く立候補しなかった。 2007年4月11日、コロンビアが正式に立候補を取り下げたことで、ブラジルは2014年日本大会を開催する唯一の公式候補者となった。2014FIFA ワールドカップの主催権利を最終的に獲得したブラジルは、2007年4月11日にコロンビアが立候補を取り下げた後に残っている唯一の公式候補者であった。 ブラジルの立候補手続きは2006年12月13日に当時のブラジルサッカー連盟会長リカルドテイシエーラによって正式に開始された。彼は東京にてコンメボルの会長及び事務総長立会いの下、立候補の書面に署名した。2006年7月4日 FIFA 会長のゼップブラッターは2014ワールドカップはおそらくブラジルで開催されると述べたが 彼は以前のコメントで同国には W 杯の準備が整ったスタジアムが現時点にはないことも認めていた。9月28日、彼はブラジルのルーラ大統領と会談し、こちらが決定を下す前に同国がその能力を証明してほしいと語ったとされている。だがボールは今ブラジルの法廷にあるのですと彼は伝えた。2006年9月、ブラジル大統領、 ルイス・イナシオル・ウラダ・シルバは、我が国には、ワールドカップの試合を主催するだけの条件にかなう、スタジアムはありません。この国に少なくとも12のスタジアムを新たに、建設する必要がありますと公言して、ブラッターの移行に追従した。開催の可能性がある都市はすでにこの時点で、大会準備に入っていた。ブラジルサッカー連盟と、政府交換はここ数ヶ月の間に、 多くの都市とスタジアムを見学して回り、そして18の州がワールドカップの試合開催希望を申し入れた。ただし FIFA フフの規定では最低8都市、最大10都市であるため、実際の開催都市数は大きく減らされてしまう。2007年7月31日、ブラジルサッカー連盟の会長リカルドテイ・シェーラが、ブラジルのスタジアム及びその他の一般的インフラの 改善計画に関する情報を含む文書を FIFA のブラッター会長に個人的に届けたとき、ブラジルの立候補が正式なものとなった。ただし、この文書に関する詳細は不明である。2009年5月31日、ブラジル国内12都市の競技場でワールドカップの試合を行うことが FIFA 執行委員会から正式に発表された。 ブラジルは 1950FIFA ワールドカップを開催したほか、コパアメリカを4度開催した経験がある。コロンビアは2006年12月18日に正式に立候補し2007年4月11日に撤回した。コロンビア大統領のアルバロウリベは2006年7月15日にコロンビアが立候補すると表明した。2006年中央アメリカカリブ海競技大会の 開会式のスピーチで、ウリベは次のように述べた、これら大会を運営するために、いかにして物事を成し遂げていったのかを見るにつけ、私はコロンビアがサッカーワールドカップを開催できるものと考えています。我々はそれを実現して、大会をうまくやれるだろうと私は確信しています。副大統領のフランシスコ・サントスカルデロンがこのプロジェクトを担当していた。 コロンビアは 1986FIFA フフワールドカップの開催国に設定されたことがあったが、経済的問題、FIFA フフとの意見不一致、そして当時のコロンビアの不安定な情勢への懸念から辞退することになり、メキシコがその恩恵を受けた。コロンビアはコパアメリカを一度開催した経験がある。しかし2007年2月27日、FIFA フフ会長のゼップブラッターは、コロンビアの立候補は、 自分たちが他の見出しでもサッカーでも活躍していると主張するための国の広報発表に過ぎないと述べてコロンビアが大会を開催する可能性を切り捨てたような発言に思われた。2006年6月南オーストラリア州首相のマイクランが提唱したのはオーストラリアが 2014FIFA ワールドカップを主催するという提案だった。当時のオーストラリア首相ジョン・ハワードは それはオーストラリアが世界的スポーツイベントを開催できることの証明になると述べ彼を後押しした。この提案に少なからぬ関心を示したオーストラリアサッカー連盟の会長をフランク・ローイがオーストラリア開催提案を正式に提唱するべく交渉中であると当時は伝えられた。オーストラリアは OFC ネーションズカップを2回開催しており ホームアウェイ共催を一回実施している。オーストラリアは2022フィーファワールドカップ開催に立候補したが、カタールに遅れを取った。2004年10月、ヨルダンとイラクのサッカー協会は、ワールドカップ開催への立候補を討議していた。ヨルダンの王子ファイサルビン・アルフセインは、タイムズガミやガーディアン氏のインタビューに、現状では、どちらが立候補しても馬鹿げている。5年後ではどうでしょう 非常に繁栄した国になれる可能性があります。条件が合うのなら、人々はそれを真剣に考えるでしょうと返答したと書かれている。2002年6月、アメリカ合衆国サッカー連盟は、2014FIFA ワールドカップへの立候補に関心があると表明した。当時の会長ロバート・コンティグリアは、米国が非常に強い票をまとめることができると確信していた。 米国は 1994FIFA ワールドカップ、1999FIFA 女子、ワールドカップ、2003FIFA 女子、ワールドカップを開催した。米国もまた 2022FIFA ワールドカップ開催に立候補したがカタールに敗れた。しかし、メキシコ及びカナダとの共催で 2026FIFA ワールドカップの権利を獲得した。ありがとうございます。